想像できるのは下の連中、簡単に言うとバカなグループが手短なところだっていうのでやったっていう、コントロール機能がしきれないので立ちが悪いですね。広範囲にわたり多発する強盗事件、被害に遭った家はなぜ狙われたのでしょうか。番組は犯罪組織の内情に詳しい人物を取材。犯罪組織が名簿リストからターゲットを定める意外な視点が明らかになりました。一番ベースになるのが基本情報といいまして、名前、住所、電話番号の基本の情報で、それ約300万件、家族構成とか、その勤め先とか、そういった情報が48万件あります。年齢が65歳以上、退職金とかありますんで、持ってる人は資産が多いと。その情報が要求される。名簿には、勤務先や年収、会社役員、俳優など、多種多様な肩書きが並んでいます。さらに、これがクレジットカード情報です。これでネットで買い物ができますし、この情報できます。はい。この人物によると、名簿は主に大手企業などの個人情報流出リストなどが元になっているといいます。さらに卒業名簿など種類の違う複数の名簿の中から、同一の名前や電話番号などで同じ人物をまとめる名寄せという作業を行い、より詳細な情報が追加された名簿になっていくといいます。より精度が高くて確実にお金が取れるところの情報を要求されるので、その情報になってくると、やっぱり値段は的に一番あれになりますね。すでに出回っているという名簿には、実際被害に遭った栃木県足利市の住所と茨城県つくば市の住所が記載されていました。この情報をもとに周辺を取材すると、オレオレ詐欺みたいな、おばあちゃんが絶対電話に、おばあちゃんは軽くこう否定化して、今はいませんっていうふうに言って来たらしいんですよ。名簿に載っていたこの家は、数年前にオレオレ詐欺の電話もかかっていました。さらに最近、不審な電話が頻繁にかかってくるといいます。廃品回収、リサイクルありませんかっていうのはね、何度もあります。宝石とかそういう金とかそういうのも、もし使わないものがあったらいくらでもいいんで、どうですかっていうふうに言われたこともあります。この辺ね、廃品回収の車はしょっちゅう回ってます。周辺では車の窃盗事件も頻発しているといいます。車と機材と、はい、そっくり朝なくなって、向こうの方で2キロぐらいしたところでもなんか盗まれたって聞いてね。名簿情報をもとにある地域を取材したところ、およそ6割の家で不審な電話などがかかっていました。この名簿についてある想定ができるといいます。もともと古くあった振り込め、アポ電の時に使われた名簿が使われているケースが考えられます。高額の金額等の入ったデータは、その暴力的詐欺をやる人たちのところには一切出回ってないので、想像できるのは下の連中、暴力的な犯罪グループに渡っている可能性があるという名簿。犯罪組織はどのような視点でターゲットを定めているのでしょうか。廃品回収という名のもとにターゲットの地区を回って、その家に置いてある車の種類といった情報を集める。大きなのはワゴンタイプなのかセダンタイプなのかなんですよ。車の後ろか前に老人マークついてますよね。そうするとこの家は必ず老人がいると。大型のワゴンの場合には子供さんやお孫さんを乗せる機会が多いので、これはおそらく二世代住宅ではないかという想定ができるんです。高級車の場合は
それだけのお金があるというふうに考えられますよね。高級車などの情報は車両窃盗グループなどにも共有されているといいます。さらに在宅率が上がったコロナ禍で名簿の精度を上げる方法がありました。情報を集めるための電話なんですけども、まあ、アンケートなんですよ。例えばそのアンケートにしろ、それから投資にしろ、ある金額を言います。100万という金額を話したときに驚かれると、そんな高額ですかというところと、100万ぐらいならなんとかなりますねというと2つ分かれるわけです。そこで線引きができるわけですよ。コロナ禍で在宅で家におられる時間が多かったので話される方がすごく多かったんですよ。びっくりするほど。こうして集められた名簿は高値で取引されているといいます。そして今後は新たなターゲットに移行しているといいます。今後ですね、狙っていくターゲットといいますか、変更はあるんですか？あります、もう高齢者は、まあ、振り込め詐欺、アポ電なり今回の強盗も含めてなんですけども、あまりにも高齢者に対するターゲットを絞りすぎたんで広がりすぎてる。今集めてる情報というのはこの2年間のコロナ禍の中で集まってきた情報というのは、実は30代から50代の人のデータがもう音数多いんですよ。だから自分は高齢者じゃないから安心だって絶対ありえませんよね。一方、実行犯はどのように選ばれているのか。番組は以前テレグラムを使用し闇バイトを募集しているガラナと名乗る人物に接触、その実態が分かりました。結構やってる人多いんですかね。どうなんですかね。多いですね。今うちだったら中学生とかもやってますよ。中学生からマックス多分60手前ぐらいのおばさんもやってますね。おばさん、調子いい時やったら現金1回で3000万のキャッチとかもあるんですよ。ただそれに関しては、万が一それ持って、そのまま持ち逃げされちゃったら困るんで、割とそれなりに続けてもらって信頼関係できた受け出しの方とかには、もしでかい案件入ったら振って持っていってくださいっていうのもやったりするかもしれないです。犯行グループ司令役が海外から指示を出していた可能性も浮上した今回の事件。実際、海外に住む日本人の知人から犯罪を指示された人物が取材に答えました。どっから電話かかってきたんですか？フィリピンですね。電話かかってきて、上野付近の交通省の店に行って、金品を奪ってこいっていう、商品をこう見てるふりをして、ガラスを割ってでも時計持ってこいっていう話ですよね。なぜその海外に行ってしまうっていう。いや、それは所在地がわからない、身柄を隠せるっていう。実際に古物商への強盗は実行されることはなかったといいます。この犯罪組織の実態については、こっちで言うとクレーン隊、ハングレの人間たちですね。年齢はいくつぐらいの？もう20代。若いですね。フィリピンから連絡がかかってきたっていう、その人間も誰かに指示されてやってるってことですか？うん、そういうこと。上から命令されりゃさ、下を動かなくちゃいけないわけで。使えっぱ。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも、TVer で生配信しています。